聞いてますので、はい、来たら、来て会ってたら行けます。すいません。でも嬉しい、元通りだ。充電できますとか言おうとしたけど充電器なかった。見た目は何ら変わってないんですけど、復活。アップできるはずなのに肝心なものだけできてない案件。いやできたんやけど、いやできた、バックアップもできとったし、バックアップできてないと思ってたんですけど、なんか常日頃からバックアップしてるような設定にしてて、なんか毎日バックアップみたいな感じの設定にしてて、なんかあんまやんなくてもできてました。だったんですけど、その自分でやってるやつ、あれや、アマゾンとか、アマゾンとかさっき入ったんやけど、普通に自分のメールアドレスとパスワードでやってるやつは全部復活。カレンダーアプリとかで、なんかショールームも別にアカウント入らなくてももともと入ったんですよ。OK なんですけど、なんですけど、 X とインスタはさすがに ID とパスワードがないと入れない。ので今自分のアカウントに慣れてないので、それをメールで送れないっていうのは伝えることもできなかったですし、メールのやつ、メールの ID とパスワードだと思ってたのに、なんか違うやつだったらしくて、そう、全然入れないと思ったら、あ、それ送るやつじゃないって言われて、えって感じ。パワーパワー。大丈夫です、その STU のやつだからちゃんと管理してもらえてると思いますけど、TikTok も別に入り直さなくてもできてた、スタジオのになってたんですけど、ストックしてた2個ぐらいストックしてたやつがなくなりました。 Oh no! ストックがゼロ、悲しい。シミサラと取ったやつがあと2個ぐらいあったんですよね。フォローしました、ありがとう。うん。
すみません。TikTok はボツになりました。すみません。いや海外で撮ったのはないです。マレーシアで撮れとったやつがなくなったマジ泣いてた。泣いてたけどそれ撮れてないから大丈夫です。ホテルで撮ったやつ載せといてよかった。ストックなくなる聞いてないやん。ストック消えますって聞いてないやん。だってうん、生き返ります。もう一個悲しいことはもう一個悲しいことは、あの新しいケース届いてるやつがあるんですけど新規一点ケースもさ違うのにと思ってたんですけど、なんか最初にここのカメラシール、カメラ保護シールを貼ったのね。カメラ危ないやん。最初にカメラ守らなきゃと思ってこのカメラシール貼ったら入んなかったんですよ。え、え、そんなカメラのとこ計算されてないことある？このなんか なんか分からんけど、ここなんかここら辺までケースがあって、えこのカメラシール貼っちゃったから先にケースが入んなくて、えみたいな、ショッキング、ショッキング。でもさすがにあのケースボツにさしたくないので、このケースを多分変えたらいけるんやけど、さすがにね、多分このこれは四角ここ全部保護してくれるタイプなんですけど、このカメラの丸いレンズだけ保護してくれるこれにしたら入る気がする。でもこれもさ新しいの貼っちゃったから取れるんかな。これ取るの怖くない？もう悲しい。このシールもなんかほぼ無駄になっちゃった。いや入るやろ普通こんな保護シール貼ったら入りませんみたいなことある？ケース入るように作ってくれ。親指だけ短くなりまいなこれもバットちゃんです。右手の親指一番よく使うところ、爪折れた。バッドエンド。なんか亀裂が亀裂が入ってたんですね。やばいって思ってたのがいつの間にかどっか行って短くなっちゃいました。だからもう変えます。
しまい。つほうもありがとう。ありがとう。新しいネイルのイメージ もうあのインスタで保存してるからさ、インスタに入れないと載せないんですよ。普通にシンプルにいやばくねみたいな感じではある。メールアドレスって ID ですよね。まず X から入ります。来ました。はいらない。パスワードを保存する。なんこれなんこれ、アップグレードって何、なんこれなんこれなんこれ、びっくりびっくりびっくり、来ました。X は来ました。おめでとう。でもなんか真っ黒、えあれさ、ツイッターは黒じゃない、真っ黒なんですけど見にくい。設定設定、えどうやって白にするんかいね。えどこ、え、ツイッターどうやって白にするんでしたっけ。知ってる人、ツイッター黒じゃないんですけど、見にくい見にくい。見にくいよ、やだよ。設定とサポート、設定アカウント違う、ねえ白しか勝たんことはあんまないけど、あこれか、あったって、違う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 、あったー、よかったよ。白くなりました、よかったです。ああ汗
せ汗。次インスタグラム入ります。インスタは黒くていいんですよ。ツイッターは黒見にくくない？インスタは黒くていいんですよ。来たー、来たよー、来ましたー、来た来た来たー。よし、インスタも無事に戻ってきました。よかったです。インスタは黒くていいんですよ。 X は白じゃないと見にくいってこだわりですこだわりです。ショールームは入れてる。あとメールですね。メール、明日からメール送れない。メールメールメール、間違った間違った間違った頑張って入れたのにここじゃなかった。ここが、で、え？本人がやってるのに
情報が不正ですとか言われて辛いよ。やばい、明日もメール送れないかもしれないですよ。なんで、何が違う、教えて。なんでこれ、ちょっと聞いてみますね。あ、待って、コピペ編で行ってみよう。コピペ編、なんだよ、できないじゃないかコピペできないんかい。まあは、大ピンチ。え、なんで？メールだけ。あとメール。まあまあ。なんとかなるであろう。とりあえず X とインスタを入れたの。投稿することはできます。多分ね。合ってるよね。いけるよね。いけてるよね。ハートありがとうございます。TikTok は大丈夫です。ストックが消えましたけどTikTok はストックしてたのが消えました。なんか清水ちゃんと撮ったのが私、メール、なんで、なんでダメなのなんでダメなの。私がやってんの。
近くに忘れた時より大変なってますよ。余裕で。いつもの顔ありがとうございます、ありがとうございます。ハートありがとうございます。まあなんとかはなっていますので大丈夫なんとかはなっているので、メールが入れたら、メールに入れないと明日もメール届かないっていう感じになっちゃうんですけどすいませんこんばんは。まあまあショールームはできるし、伝えたいことはお話し会再販明日までってことです。再販は明日までです。明日の1時までですのでよろしくお願いします。最後追加お願いします。焦ることではない、何も焦ることではない。うんうんうん、今日一番面白かったのは一番面白かったっていうか、まあ普通にってなったのは、前昨日まで使ってた端末とこの新しいやつをなんか多分設定かなんか初期設定かなんかしてくれるから、じゃあ一旦預かりますとか言われてで新しい方もまだもらってない状態で、なんか端末がゼロになったんですよ私ので。ちょっとお時間いただくので、そうですね30分後の何時何分に戻ってきてくださいっていうメモ、何時何分って書いたメモだけ渡されて、何時何分に戻ってきてくださいって言って、はい分かりましたとか言ったのに、そのスマホを預けてるからそう分かんなくねみたいなだって分からないんですけどと思って、その場では気づかんかったね自分も、あ分かりましたみたいな自分一人だったしスマホ以外に時間見れるの持ってないから、アップルウォッチとか、えって思ってそうおもろかったです。まあデトックスって感じで、数分間だけデトックスって感じでプラプラ探索しました。探索して普通に自分の感覚で戻りましたけど、そしたら10分遅れてました
はい、予定より10分遅れてましたけども全然大丈夫です。そんなことありましたけど別に焦る必要はない。え、分かんなくね？ん？ってなったけど一瞬。まあ焦ることはない、なんとかなる。金魚ありがとう。腕時計も回ってるかどうか分かんないし。ティラミスケーキ、ティラミスケーキ。ティラミスケーキって言ってるやろ、あの音源。マジどういうこと？ティラミスケーキ、ティラミスケーキ。マジ謎音源。会計で金かけて、あ、出た。いや、お財布持ってます。スマホ決済しかしない人じゃないから全然大丈夫です。フォローしました、ありがとう。クレジットカード持ってかないですよ、ないもん。クレジットカードは20歳、18で成人になったけど20歳からしか持ってないじゃなかったっけ、まあ分かんないけど、どっちにしろあと2週間とかで20歳になっちゃいます。2週間もないな。
せ訪問ありがとう。誕生日期待する誰に期待したらいいんだろう。誰か何か言ってくれるかな。まあまあ、こんばんは。マジで大人になったか何なんか分からんけど、言ってなかった何なんか分からんけど、そう本当にね、欲しいものがね決まってます。欲しいものがありすぎてもう困っちゃうみたいな感じだったのに17、18とかもうあれも欲しくてこれも欲しくてやばいって感じだったのに、ありますよ。ないわけじゃないですけど、はい、ないわけじゃないんですけど、まあ絶対欲しいのはあるんやけど、そう、あれも欲しい、これも欲しい、やばいって感じじゃないね。びっくり。しました、ありがとう。私のタンプレ期待してほしい、本当。じゃあ皆さんのからのタンプレ期待してます。私たちのお誕生日プレゼント期待してます。まあ二十歳までやりたいこととしては髪の毛を染めますこのイヤリングカラーも十分出し切ったみたいなどこに出し切ったか分からんけど、イヤリングカラー結構も十分出し切ったので、染め直しのついでにこれはもうおさらば全部同じ色に変えたいなっていうのと、うん、ここが折れちゃったから変えます。待って、そうだ、やりたいデザイン保存してたのは消えてないか、それは見せれないと。それ見せれないと終わる。ありました、よかった、勝ちでよかったちょ、ネタバレになっちゃう別にいいやけど見せんときます。
何色にするの茶髪だよそんな期待しないで、ピンクとか金髪とかにはならないですよ。もうちょっと透明感、お人形さんから、もうちょっとなんか、うん、なんなんやろね、水分感かな、髪の質もそうやけど、もうちょっとなんかお人形カラーになりたい。自然光当たったらトゥルトゥルーみたいな、肌が黒く見えない感じで、あと肌が黒く見えるのエネジハニちゃんは黒髪が似合うからね。うん。ハニちゃんは黒髪が似合うんですけど、アリちゃんは黒髪じゃない方が似合う。からね。自分に合ったのを見つけよう。ちゅう感じではある。道ね、4年間伸びるの早い、そう考えた。オフラインで見れるやつじゃなかったんです。だからマレーシア行く前に一回見たんですけど、帰ってきたらもうあと3日ぐらいになってて、マジですごい。今アイサがアイブ分からん、今の曲コッペーン、コッペーン、私今ニュージーンズやねん。歌もうまいし、男子版は MC かわいい、もう日本語をかわいすぎる、びっくり。もっと頻繁に会いましょうね。皆さんはどうですかって言うんですよこれ日本語でハニちゃん推しなんですけど、日本語で喋ってるところを何回も見てる歌とかじゃない、かわいすぎる。
ために頑張って日本語を覚えたんやなと思った。泣けてくる。そんな感じで思われたかな私も。そのためだけにマレー語を覚えたんやけど泣けてくるとか思ってもらえたかな。ハート、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私はちょっと明日までにメールと戦います。アリンコメールがまだ送れない状態なので申し訳ない。明日アリンコメール送れるようにちょっと戦います。すいません、あとメールだけですね、戻ってきてない。でも iPhone は治りました。治ったというかまあ治りはしなかったので交換になりました。でもまあ充電できるし、イエーイって感じなので。はい、ご心配なく。本日はバックアップに苦戦して何も SNS を上げれていないんですけど、メールも送れていませんが、すいません。明日は送れるように今から戦います。それではランキング読みます。13位ドクタケさん、12位ココアリダイチキ星人、11位マサムネさん、10位アヤさん、9位タカタカさん、8位ソウちゃん、7位ホシミツさん、6位タイムファイヤーさん、5位バーチャラさん、4位何ですかこれ。なんて読めばいい、詐欺師。なんだ。3位は福王さん、2位キズナックさん、1位はドルルルルン九州のノブさん、ありがとうございます。どうもありがとう。でんこちらお話し会の再販が明日までです。明日までですのでお忘れないように、1時までオンラインと大阪待ってます。追加待ってます。
ではまた明日です。おやすみだ。